プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りします。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ。釧路できれいはリタライフで検索。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論笠原雅宏です。はい、今週も始まりましたプレミアム B ライフ、はい、今日はなんとマスター、はい、11月22日です。何の日でしょう？11月22日は、はい、23日が勤労感謝の日ですよね。確かにそうですね。で、勤労感謝前夜祭ですか？前夜祭です、はい、そうですね、勤労感謝イブ。勤労感謝イブですね。金イブ。金イブ。金イブでしょ。金イブですけど、はい、いい夫婦の日なんです。あ、語呂合わせです、ね、語呂合わせでいい夫婦。あのね、11月はね、多いんですよ、そのいいなんとかが。1111もそうだし、例えば、うん、僕が知ってる限りでは、はい、まあ、29日はいい肉の日でしょ、はい、で、11月30日はいいみりんの日です、うん、あ、そうなんですね、うん、そっか、マスターみりんもなんか僕はあの日本料理やってますからね、うんうん、この毎年みりんのイベントでトークショーをやるんですよ。そうなんですね。もう5、6年やってますよ。あ、それが5、6年もやればね、もうみりんについて話し尽くしてね、みりんのネタもないですよ、本当に。みりんに語るって結構大変。みりんを語るんですよ、毎年。大変それ。まあ今年も行きますけどね。そうなんですね。11月30日みりんの日。え、なんで、あ、いいいい、30だから、30だから、あ、まあみりんなんじゃないの。なるほど、うん、確かに11月やっぱり1日だからですかね。そうね、語呂合わせが多いですね、うん、まあいい夫婦の日はね、これいつからできたんですか、はい、これもそういえば最近ですよね。最近だよね。なんか僕の子供の頃とかこの、ね、ないよこれ。ポッキーもなかったですもん。あ、そう、そっか。1111の、まあ、最近はちょっとこういったね、あの記念日を作って盛り上げようっていう感じだと思うんですけどね。まあなんかちょっとね、やらしい感じがしますね。なんかね、何か儲かる人がいいんですよね、それでね。そう、いい夫婦の日に何かを贈ろうとか言ってこじつけてでしょ。確かにそうなんですよ、うん、まあ家庭円満にみたいな。まあね、そう、表彰とかもよくやってるじゃないですか。さあやってますね。そうそう、ね、でそういうね、イベントにちなんでいい夫婦の日ですけど、はいはい、まあいいことだと思いますよですね。まあ、私たちにはあまり関係のない。そうですね、我々はまあね、いろいろ抱えてますからね。抱えてますから関係ないことも関係ないということにしてみましょう。はい、そうしましょう、はい、では今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さてマスター、あのいい夫婦の日にちなんでというところじゃないところで、うんうん、全然何もちなんでないんじゃないですか。ちょっと不思議な、あの、はい、皆さんマスターのお店に行った方は知ってるともご存知だと思うんですけど、はい、賛否両論血の掟っていうものが、はい、トイレにいっぱい貼ってあるんですよ、はい、でこれっても最初に行った時から謎というか、うん、いっぱいマスターがこうなんて言うんでしょうね、これ なんて言うんでしょうね、これ一言、まあ、いろんな、うん、あの紙にね、わーっと筆ペンで大体20個ぐらい、うん、なんか私のこう思いついたことをいっぱい書いてあるんですよ。血の掟っていう題名でね。そう、だからもう本当にね、あのトイレに行くとなかなか出たくないんですよ、面白くていろいろ読んでいて、うん、確かにこれはね、お客さんみんな喜んでくれますね。ですよね。でもなんでこれが生まれたのかは私も一回も聞いたことがなくって、うん、まあ例えば2007年だと面白いんですけど、ダイエット中なのに太るのはなぜ、うん、ね、暴走族より怖い妄想族、うん、サラダバーでブラックリストに乗ったわ。これは何ですか？だ、これはね、まずね、血の掟は何でなんでできたかをまず言いますと、はいはいはい、昔ね、昔、まあ、何年前かは忘れましたけど、うん、多分もう15、6年前かな、はい、あのほら、相田光雄さんっていうでしょ、人間だもの、うんうん、で、あの人のほら、いい言葉が書いてあるさ、うんうん、なんかこう、ポスターとかさ、はい、なんかカレンダーとかがあったわけですよ、うんうん、あの日めくりカレンダーみたいなね、うん、すごい入りましたもんね。すごいいいことが書いてあるじゃん、うん、いい言葉書いてあって、でなんかさ、結構さ、飲食店とかでもさ、トイレ入るとそれが飾ってあったりとかさ、うん、なるほどいいこと言ってるな、うんうんうん、で僕もその時ね、まだあの賛否両論やる前ですね、実家の焼き鳥屋をやってた頃で、うんうん、まあトイレになんかじゃあちょっとそういうの飾ろうかな、うん、でも買ってくるのもあれだから自分で書こうかと思ったの。なるほど、そういういいことを、最初は本当にいいことを書こうと思ったの。そういうちょっとじわっとくるね、人間だものみたいなやつを、はいはい、でもね、全然書けないわけ。
僕の性格的に、うん、もうか考えれば考えるほどくだらない一言ばっかなのね出てくるのが。なるほど。 でもそれをね、はい、なんとなくもっともらしくこう和紙に筆ペンで書いて、うん、書いてみたんだ。ちょっとトイレで貼っといたら、はい、たらみんなお客さんが喜ぶわけ、マスターあれ面白いと、うんうんうん、で調子に乗って書いてるうちにもうだんだんいい言葉というよりもなんかもうあるあるネタとかで、そのうちほとんどでこれね、この知能系って今もうめちゃくちゃいっぱい書いてありますけど、うんうん、これねほぼ実話なんですよ。あ、要は自分が、うんうん、あの実際で、ね、体験したこととか、うんうん、あとお客さんが話してた会話とか、もう全部これ嘘じゃないの、実話なの。それをおもちょっと面白く、うん、あのね、あの一言で分かるように書いてあるの。だからたまにいいことも書いてあるし、うんうん、あるあるネタみたいなのもあるし、はい、全くわけわかんないのもあるし、もうただ俺が怒ってるだけみたいなのもあるし、うんうんうん、まあいろいろあるんですよ、はい、だからそのサラダバーでブラックリストに乗った母っていうのはこれ友達のお袋の話ですよ。サラダバーに行ってお皿にすっごい もうね盛りすぎちゃうわけよね、はい、1回だけ持っていいですよっていうね、うんうん、1回だけ1回だけ持っていいのに盛りすぎたから、ちょっと盛りすぎてもう持って帰れないからってまた戻したりとか、もうでお店の人にもうちょっとお客様すいません、あの1回入れたの戻したりとか困りますとか、こうもう分かんないじゃん自分のお袋世代って、別に悪気がなくてそういうのしちゃうでしょ。面白いですね。それで、はい、それを僕の同級生が言ってて面白いなと思ってそれを書いたんですよ、はい、なるほど、うん、そういうことなんですね。本当面白いんですよ。これが2007年ですよね、うん、最近のちょっと面白いのいきます。まあだからこれもね、だんだんねその年その年の僕の体調とかが分かりますよね、うん、調子がいい年と悪い年とかで、ね、なんかこの時の俺が怒ってるなとか、この時は機嫌がいいなとかね、うんうんうん、結構こうそうですね、ちょっと少し文句っぽいのが多い時と、そうそう本当に面白いのが多い時と、ちょっと確かに あとまあちょっと時事ネタも1個ぐらい入ってるから、あこの年こういうのが流行ってたんだなっていうのが分かります。確かにこの全くモテない IT 社長がいたとか、これいいでしょ、これいい、これなんか一時期 IT 社長がやたら芸能人と付き合うとかそういうニュースがあったでしょ。そうそうでも いたんですよ、うちの会あのお客さんで失礼ですが全くモテない IT 社長がいたんですよ。面白い、もうかわいそうで一緒に飲みに行きまして、かわいそうだから、かわいそうでネタももらったし、もらったし、俺と大女子なのに独身ででもこれも悪い人ではないんだよなと言われているうちはいい人でもない。そうなんだよね面白いですよね。逃げるから追いかけられる、そうこれはちょっといいことでしょ。そうですね、うん、確かにこれはねやっぱね、なんかこう悩みとか、うんうん、あと仕事にね、なんかこれやらなきゃいけないっていうのは、それをから逃げるからずっとやらなきゃやらなきゃっていう気分なの。もうそれやっつけちゃえばいいんですよ、うん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 、そうですね、こういうのもあるけどね、一瞬だけでいいですかと言われてすでに20分これ多いですね俺これはね僕のね実話ですよ。電話がよくあるね、あ電話とかで、うんうん、ね、確かに赤さんちょっと今一瞬いいですかあ、まあ、じゃあちょっと一瞬ね、ちょっと20分ぐらいも確認の電話みたいなのとかも全然一瞬じゃない、全然一瞬じゃない面白い。あとこれですね、インスタ、インスタ縄ですか、インスタもインスタ映えですよこれはこれ映えじゃん、あこれ映え、映え漢字で映えですよそれ、なるほど、インスタ映え、インスタ映えですよこれ。なんでインスタ映えの映えにしたんですか。いやこれはね、だから俺の友達がね、映え撮ってたの携帯で、あ、ハエが止まってるっつって、スマホでね、なるほど、あそれインスタ映えするなって自分で思ったわけですよすごいですよね。これでもメモしてるわけじゃないんですよね。しないですよ、取っておいてるわけじゃなくて、なんとなく頭の中で覚えておいて、書くときに一気に書くってことでしょ。そろそろ溜まったと思ったら書くんですよ思い出し笑いで肉離れ、これはね僕のね同級生です夜中にすっごい急に思い出し笑いで、もう笑いが止まらなくなっちゃったこういう状態ですね、今私みたいなキャッてね、ほんと肉離れしちゃった、だってかわいそうに、もう病院に行ったらしいですよ、病院に行ったんですね、救急で病院に行った、大変じゃないですかもうまた煮干しをもらった、これこれね、しょっちゅう煮干しをくれるおばさんがいるんですよお客様で、お客様で
あ、それを書いただけ。それだけです。それだけなんだ。結構前もらったのがまだあるんだけど、またもらっちゃったなと思って。でも美味しい煮干しだからいいんですよ。そうなるほど。同じ話をされてリアクションがどんどん上手になる。うん、これは今は良くないですか。あの同じ話何度もする方っているでしょ。確かに。本人はこれ忘れてんのがわざとのか悪気がないって話すでしょ。はい。はい、でもこっちからしたらもうオチも何も全部分かってるわけじゃん。またですかっていう。でも言えないから、ね、あーとかマジっすかとか言う。どんどん上手になるわけ。オチに向かって、あ、そろそろオチに向かってるなと思うところでもう笑う準備しとくでしょ。面白すぎますそれ。本当に本当にね、こんなのばっかですよ。これネタの宝庫ですよね、面白すぎて。いやだから喜んでくれれば幸いですよ。いやもう本当にあの、今聞いただけでも皆さんも大笑いだと思うんですけど、うん、私でもトイレで本当に大笑いして、うん、まあ、でも一緒にね行ってるメンバーとかもなんかやらかしたらいつか書かれるんじゃないかって。そうそう、だから結構書いてますよ。書いてますよね。だから逆に、あ、これ私じゃないと思ったらむしろみんなの光栄だと思ってくださいね。よっぽど面白くないと書かないですから。そっか、マスターのネタにされるのは、ネタにされたら光栄だと思ってください、うんうんうん、やったと、これ私だなと。あとね、これはすごくいいですよ、死ぬ気でやれよ、死なないから、うん、ね、みんなよく言いますけどね。そうそう、絶対死なないから。死ぬ気でやっても。そうですね、うん、マスターも死んでないですしね。大丈夫。そうですね、うん、あとこれリニューアルしたがあまり気がつかれないというのは気づかれてないんですか。いや、これまあ去年賛否両論改装して2階建てになった時、ね、意外と前から2階あったよねとか言う人いるんですよ。常連さんで。何を見てたんですかって。全くなかったですよね。あれ、前もあったよね2階とか言われて、いや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 、前1階だけだったじゃないですかって。回転してからずっと来てる人に言われてびっくりしたんですよ。意外とカウンターが中心なので1階が、うん、で多分常連座ってみんな1階しか行かないから気づかないんですかね、うん、まあこんなあのまず2018の起きてを今ちょっと面白かったので開けてみましたが、はい、ね、ビール売り切れなら来なかったのに、あ、こういうお店があったってことですね。いや、これはね、僕ね、ビールが一番好きなわけじゃないですか。仕事終わって喉カラカラでね、はい、まず一杯目ビールでしょ、うんうん、トップ入って居酒屋とって、すっごいもう普通に悪気もなくそこの若い店員さんに、はい、すいませんちょっと生だけ今日切れちゃってって。生だけとか、要はビール切れちゃって、ビールでやりますんでって、いや、ビールでやりますんでって、俺ビールが飲みてんだよと。なら他の店行くわと思って。面白いね、そんなこともあるんですね、うん、ビールが売り切れるっていう。なんかよっぽど忙しかったんじゃないの。そうですよね、うん、いやこれ面白いのでちょっとレギュラーにしていいですか、うん、じゃあ毎回この話しましょう。で、なんかこう月に1回とかでもこの血の掟をテーマにした、うん、なんか面白いネタがいっぱいあるの で、ね、まだまだ本当にね山のようにあるんですよ、はい、皆さんにぜひご紹介したい。じゃあやりましょう ね。あと逆にこういう面白いネタをあの血の掟を送ってほしいですね。やっぱね、で私の血の掟っていうコーナーを作りますから皆さん。いいかも、はい、そうですね。そしたら私あのブログでこれ上げてもいいですか、マスターの血の掟。どうぞどうぞ、ね、みんな多分見たいと思うんですよ、うん、とでもトイレの風景の方がいいですね、これよりもね。どで何がトイレの風景。どういう意味ですか。トイレの風景上げても別に面白くないですよ。トイレの風景にこう貼ってある感が伝わるといいかなと思って。うう、ね、皆さんほらお医者わからないから、うん、ね、ちょっとでもこれシリーズ化していきたいので、はい、よろしくお願いします。はい。プレミアム B ライフ、今週の B トーク、このコーナーでは毎週美にちなんだゲストをお迎えしてビューティートークをしていきます。本日のゲストは先週に引き続き心理カウンセラーの小高千恵さんをお迎えしています。小高先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日ちょっと前半でも触れたんですけれども、はい、小高先生もね、はい、ご存知の笠原マスターと私もね、はい、はい、面白いトークをしてるんですけど、はい、で今日はいい夫婦の日ですね、はい、なんて話をして、うん、まあ私たちには関係ないですけどね、みたいなね。私にも関係ないですけどね。ちょっと終わってしまったんですけど、なるほど、先週ねちょっとこう心理カウンセラー的なちょっと話をさせていただいたんですけど、今日はちょっと恋愛トークを、うんうん、恋愛トークというか恋愛のなんて言ったらいいんですかね、なんで傾向、傾向、まああり方的な感じですよね、うんうんうん、をちょっとお話したいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。小高先生は、はい、結
構いろいろな本を出してらして、はい、今最新の本だと、はい、堆壁論という本で、はい、まあ、これはあれですね、野口整体という整体師の先生が、はい、もともと作った理論なんですけれども、はい、こういう体つきとかこういう生活スタイルの人がこういう性格傾向があるっていうのを導き出したものなんですね。で、私はまあ心理の分野なので、はい、そこの心理の部分に特化した形で、心理テストを皆さん受けて、うん、その本の中で受けていただいて、はい、ご自身の性格傾向を知った中で、うん、ご自身のまあ在り方だったりとか、事例として、うん、なんかこういうお悩みの人はこういう解決方法がありますよっていうようなものとかもちょっと書かせていただいていますので、結構これが何でしょうね、占いみたいな感じで、うん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 、当たる当たるってすごい言われるんですよ、はい、そうだからその堆壁論の分析テストを受けていただいて、はい、1種2種3種っていう 10種まであるんですね。種っていうのは、種類の種なんですけれども、はい、1種っていう風に例えば分析結果が出ると、うん、あすごい論理的思考で人の感情に左右されないんですねっていう風に言うと、えなんでわかるんですかみたいな、何が見えてるんですかっていう、なんか霊能者みたいなようなそれがちょっと面白いもので、でそれも本当に女性はちょっと占い感覚で楽しんでいただいてるんですけど、結構企業様にも導入していただいていて、はい、企業様の中でも例えば採用の時にその分析テストを受けていただいて、うん、どこの部署に合うタイプなのかとか、うん、だからそれを結構マスターした企業の方とかは、うん、人事の方とかは、この人は何種と何種があるから、うん、こういう性格傾向でっていうので、結構理解をしながら対応してくださったり、だから今離職率とかそのあたりとかでも、うん、結構その、まあ、分析ができる方たちが増えてきているので、うん、離職率にこうつなげないように、うん、したりですとか、いろいろと活用していただいてます。それはあれですよね、恋愛を、あもちろんもちろんです、活用できるってことですよね。活用できます、はい、なるほど。相手のよく言われるのが、はい、まあ、企業で受けた方とかが、うん、個人セッションの時に、うん、こっそり先生これって旦那とか彼氏とかにやってもなんかこうあれ分かるんですかねみたいなあ全然わかりますよ、ちょっと今度こっそりやらせますみたいな、うん、こととかも結構おっしゃる方多いので、傾向がわかるから、傾向が分かって、そうすると付き合い方もこう、うん、距離感がわかります。そうですよね、うん、だからなんでこの人ここでいつも怒るんだろうっていうのとかも、あこういった例えば、すごい基本的に感情的な人なんだなっていうのが分かっていても、なんで感情的なんだろうっていうところの掘り下げてきた、うんうん、あ仲間意識が強いから、みんなのためにとか私のためにと思って頑張っちゃうから感情的になっちゃうんだなとか、 あとなんでこの人何回言っても話聞いてないんだろうっていう人とかいますよね。そういう人にやっぱり分析テストを受けていただくと、6種っていうところの点数が高いんですよ、はい、で、あ独自性の美学があって自分の世界観が強すぎちゃうから、自分の世界に入っちゃうと聞こえないんだっていうのが分かったり、だから決して耳が悪いとかじゃないんだとか、別に興味がないわけじゃないんだとか、はい、それがすごいよく分かると、まあいっかって思えるんですよなんかそれまではイライラしてたことが、あこの人はこういう人なんだ、そうなんです、この人はこういう人なんだと思うと自分も楽になるってことですね。そうなんです、うん、でその人の魅力っていうのもそこに出てくるわけですよ、うんうんうん、独自性の美学があって、はい、だからこの人はこういう才能があるからこそ私は好きなんだなって、うんうん、だからそれをちょっとあなたこっち向きなさいよってやってしまうと、うん、もうその人の才能を消してしまうことになりますからね。なるほど、面白いですね。面白いです。だからね、皆さんね、本当に何だろうね、相手のことを知る、うん、よく相手を変えようっていう気持ちになる方多いと思うんですけど、うんうんうん、相手は変わりませんから、戻りにはならないってことですよね。だから相手の傾向を知って、うん、ご自身がどういうふうにこう接していこうかなとか、うん、どうやって歩み寄ろうかなっていうふうに動いていくと、うん、必然的に相手も変わりますから、まずは自分のことをちょっと見つめてみるっていうことがすごい大事ですね。例えば夫婦の倦怠期なんて方なんかには、こういった本を読んで、これをちょっと知ってみると、なんかこう少し許せるかもしれないですよね。許せますし、お互いに、ね、本当に楽になります。あ、うん、もうね、旦那さんに多分長年こう溜まっていることとかいっぱいあるじゃないですか、うん、奥さんであるし、旦那さんであるけど、うん、そこをまあそっか、
ここはもうこういう人だからしょうがない、変わらないんだからこうしていこうみたいな、そうですふうに思っていくと楽になる、楽になりますってことですよ皆さん。そうですなかなかね難しいですけどね、うん、でもね逆に倦怠期だとそれこそ会話もなかったりするので、あのお一人になる時間が多いと思うんですよ、はいはい、うん、だから考える時間も出て、あのネガティブに考える時間になっちゃうかもしれないんですけど、それをこういった本だったりとか、はい、何かちょっと分析してみようかなっていうゲーム感覚でご主人とのコミュニケーションを取っていくと、うん、あのなんだろう、あのご主人の思い通りにね、はい、何かなった時に、うん、やったっていうガッツポーズがね出ると思いますので。確かにちょっとね、あの、まあ、恋愛とはあれなんですけど、この夫婦間の話って、はい、私あの小高先生の、はい、あの本、はい、妻吹き、あ、妻吹き、ま、あの、はい守る本ですね。そう、はい、あれが面白くて、あのドラゴンクエストのちょっと真似て、はい、あのクエスト形式で、うん、その奥様と歩み寄っていくっていうね、うん、あの漫画本ですね、はいはい、あれがもう最高に面白くて、私もケタケタ笑いながら、あるあるじゃないですか、はい、本当に皆さんの日常にあるこうなんでしょうね、夫婦感なんですよね、夫婦の物語の日常に、それが、はい、もうすごく倦怠期で、うん、もう何でしょう、口も聞かなくなってるような夫婦が、うん、こうお互いに少しずつ歩み寄っていって、うん、最後仲良しになるんですよね。仲良しになる、あのクエスト形式で奥様が魔物みたいになってる、はい、最初ね、そうで奥様角が生えてて、そうもうだからあれなんです、奥様が鬼嫁なんですよ、鬼嫁で、うん、で何かと角で突き刺されるみたいなね状態なんですけど、ちょっと例えばねご主人がお花買って帰ったりとか、そうそう、うん、ね、こういう時にはこういう言葉がけをした方がいいですよって、うん、ちょっと私が天の声として現れて、はい、ちょっとねお話しすると、うん、ご主人がその通りやって、なんか角がどんどん小さくなっていくんですよ、そうそうそうあれ本当面白かった、すごく参考になります、うん、ああ嬉しいです、うん、ありがとうございます。なので本当皆さんね、ご夫婦でこううまくねこれから長年ねやっていかなきゃっていう人たちにはぜひ読んでもらいたい、はい、あの「つばむき守の愛妻生活」という、はい、あのいい夫婦の日を推進している、うん、あの愛妻家協会さんとのコラボで作ったものなので、そうなんですね、はい、ちょうどもう今日マストですね、マストですね本当にいやぜひあのすごくね漫画形式で読みやすくって、はい、もうパパパって読めちゃうんですよね、すぐ読めちゃいます、まあ多分1時間ぐらい読めますね、1時間かかんないかもしれない、でもね面白くてもう1回読みたくなっちゃうんです、あ嬉しいです私3回か4回ぐらい読みましたありがとうございます、面白かったです。まあそうやってねやっぱりこう、うん、男性と女性もやっぱり心理ゲーム、まあ、心理戦ですよね、心理戦ですよね、恋愛もね、あのやっぱりこう最近はどうしても女性が強い社会になってきているので、男性からこう合コンとかでも昔は男性の方が多くって女性が足らなかったっていう時代だったのに、今って逆の傾向なんですよね、そうですね、女性がとは狩りに行くみたいなねいつの時代からこうなってしまったんだろうと思うんですけど、いやわかんないです。ただまあどうな、先生的にはこういう傾向ってどうなんですか。うーん、でもやっぱりある意味ね、ちょっと女性活躍的なところも影響してるのかなっていうふうにも思いますし、女性のいい意味でね自立心っていうものがね、うん、あると思いますから、うん、あとはまあ本能的なもので、女性はやっぱり自分の 種族といいますかね、うんうん、自分のその要は DNA をどういう人に残すかっていう本能があるわけですよ、うん、あなるほど、うん、なんかそうした時のなんかその嗅覚的なものが、うん、なんかだんだん優れてきてると言いますかね、もう変わってきてるってことですか、時代とか考えてきてるのかもしれないです。ただ根本的に女性は弱い生き物なので、うんうんうん、やっぱり体調的なものとかも男性よりはね、男性が理解できない分野もありますから、うんうん、ただ精神的な部分で強くなってきてるのと、うん、あとやっぱりその自立してね、あのそれこそ女性も働かないと生きていけない世の中になってきてますから、あの、まあまあ、男女平等的なね、うんうん、あのまあ、政府もね歌ってるところはありますけども、まあ そうですよね、そういったところも意識の中に無意識、あの刷り込まれてるのかなっていう気はします。そっか、働く女性がやっぱり増えてるってことが、うん、女性が強いっていうか、うん、自立してるっていうこととつながってくるのかもしれないですよね、うん、バリバリキャリアウーマンっていうのが本当にもう、うん、当たり前になってますもんね。そうですね、うん、だからそれこそね即位の例があって、雅子さまなんてね、はい、それこそもうキャリアの先駆け、ね、もうね、でもあの時代はまだねキャリアウーマンっていうところも、ねうん、言葉はあっても、はい、なかなかあそこまで働いてる方はいらっしゃらなかったと思うので、そうですね、本当に高学歴で本当にキャリアがある人じゃないと活躍できないっていう時代でしたからね、うん、だから才能云々っていうよりもっていうような、うん、本当に一握りの方たちがしか、あの
活躍できない世の中だったと思うんですけれども、やっぱりそのね、雅子様がある意味切り開いてくださったなって私は思っていて、そこからやっぱり女性が活躍する世の中になってきたのかなっていうところはすごい感じますから。まあでも私の周りの女性も強すぎる子ばっかりであのよく嫁に行ってないのが多いんですけどね、よく存じ上げておりますただだから男性にはね、ただ結局は受け身じゃないですか、うん、だから男性にはもうちょっとね、あの積極的な男性も増えてほしいなと私は個人的には思うんですけど ね。あとね、強がってるだけでね弱いんですよ女性はね。そうだからもう女性ね、そういうキャリアが積み重ねキャリアのある女性ですごく活躍されてるけれども、あの本当はそんなね、社会そういう自分を見せてるだけでお家に帰ったらもうゆったりしたかったり吠えたくないんですよ。そうですよね、本当そうなんですよね。そうなんです。だからね、そういう女性のその外見的なところ、外見的なところばっかりではなくって、あ本当は弱いのかもしれないっていうところもね、男性にはあの気づいていただきたいと。そうですね、男性諸君気づいていただきたいと思います。本当ですよね、はい、だからこうほっといて大丈夫な女性って多分いないと思うんですよね。いや、いないですよ、言えないだけなので。でなんかそういう風に、まあ、今ねこういう時代だから、例えば SNS でかっこいい女性とかね、素敵な女性っていうブランディングができちゃってるから、弱さを見せられなかったり、可愛いね、それこそ見た目ライオンみたいな感じだけど中身実は子猫みたいなねところを見せることができずに、どん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 年月ばかりですね経ってしまったっていう方とかもいらっしゃいますから、あ本当は弱いのかもしれないっていう風に受け止めてあげてほしいなっていう風に。そうですよね、やっぱり男性がしっかりと受け止めてあげるってことが大事なことですよね。そうです、もう基本的にはあの男性も本能的な部分でやっぱりその狩りをするね、あの民族ですから、あの女性をねこう狩りをしてきて守るっていうようなね意識は根本的に持っていらっしゃると思うので、じゃあ世の男性の皆さん、はい、女性を守ってください、はい、守ってください本当に私たちも守られたいですもんね。いや守られたいんですよ守られたいけど、なんか一人で生きていけるみたいなんですよ、ね、思われてるところがあるのでそんなことはないですよね。そんなことはないです、はい、そんなことはないんですよ皆さん、よろしくお願いしますここでねアピールしてるという、はい、では今日はねちょっと恋愛とか、はい、あのいい夫婦の日にちなんでね、はい、ちょっと夫婦のトークとかもさせてもらいましたけど、はい、来週は女性活躍の、はい、先ほどちょっとね雅子様のお話も出ましたけど、 そうですね、それにちなんでちょっと女性活躍のお話を聞かせていただけたらと思います、はい、来週は引き続き小高先生に来ていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレミアム B ライフということで今夜もお届けしてまいりました。はい、はい、あの私もう笑いっぱなしで、今日は昨日来ててもらうってリカさんほとんど喋ってないですね、冷静に考えると。ただ笑ってただけです。笑っても涙が、林家パー子さんみたいですよ、ただもうおかしすぎて、すいません、ちょっと今週は私は笑いっぱなしのトークコーナーでしたまあでもね、やっぱ笑ってると健康でいいと思いますよ、ま、そうですね、うん、笑う角にはって言いますからね。一日一爆笑が私ねモットーですからね、健康の一日一爆笑。怒ってもいるけど笑ってもいるんですね。そうそうそう、だからね一日一回は、ね、爆笑させてくれってうちのスタッフにも言ってるんですけども全然笑わせてくんないよね、なんかね、うん、難しい、面白い話の一個ぐらいないのって言うんだけど、みんな真面目なのかうーんとかって考え込んじゃうんですよね緊張しちゃうんですよ。そうかな、きっとだってマスターがいらっしゃる時とマスターいない時の皆さん違うもん。そうですか、うん、やっぱね、まあ、それやっぱりマスターがいるとやっぱりビシッと、まあね、それはね、ビシッとしてもらうと困りますけどね。まあでもね、そうやって言われた時に面白いネタもね、一つもね言えるようになってほしいなっていうね。 それもあれですよ、腕ですよ、腕ですね、うん、確かにね、お客様をこうやって喜ばせるというね。ではじゃあマスターね、あの今日血の掟きての面白トークになったので、うん、皆さんからもなんか血の掟きて、はい、血の掟き募集しますので、ね、募集してますのでぜひ送ってください。ではマスター、今週は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。また来週。プレミアム B ライフ。この番組は、釧路できれいはリタライフの提供でお送りしました。水素風呂って知っていますか？水素風呂、リタライフは操作も簡単。レンタルなので、ご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで、心も体もポッカポカ。釧路できれいは、リタライフで検索。プレミアム B ライフの番組ホームページでは、この番組の収録の様子やゲストとの写真、たまに私の食レポなんかもご紹介しています。ぜひご覧いただけると嬉しいです。